チャッティ・スガリーゴ映画は、インドの映画のうちチャッティ・スガリーゴで制作された映画であり、チャッティ・スガル州に拠点を置く映画産業を指す。通称は、チョリウッド。1965年に、マヌナ・ナヤックが監督、プロデューサーを務めた、カヒデベ・サンデッシュが、最初のチャッティ・スガリーゴ映画とされている。同作は、異教徒間の恋を描いた作品であり、インド首相。 インディラ・ガンディも鑑賞したとされており、ハヌマーンとナイドが、同作の作詞、モハメド・ラフィが2曲を歌っている。2本目のチャッティ・スガリーゴ映画は、1971年に、ニーラン・ジャンティワー・リーが監督、ビジャイ・クマール・パーン・デーがプロデューサーを務めた、ガード・ワールだった。しかし、両作は、工業的な成功を収めることができず、その後30年間チャッティ・スガリーゴ映画は、 制作されなかった。2000年10月27日、サティー・シュジャインが監督、プロデューサーを務めた、モア・チャヘナ・ブーニャが公開され、チャッティ・スガリー・ゴ映画が復活した。同作は200万から300万ルーピーの制作費が投じられ、2000万ルーピー以上の興行成績を収めたことで、メガブロックバスター作品となった。また同作公開の3日後、インド首相、 アタルビハーリー・バージペイがチャッティー・スガル・シューの創設を宣言した。2006年公開のボクルではラタ・マンゲシカルがプレイバックシンガーとして参加している。両作の成功を契機にチャッティー・スガリーゴ映画は映画制作者の関心を集め、マヤー、トラリク・ショアラ、レイラ・チップ・トップ・チャイラ・アングワ・サチャ・ハップなどのヒット作が相次いで制作された。さらに、 チャッティースガル州首相、アジットジョギなどの政治家の関心も集め、映画産業は政府の公演を得ることにも成功した。チャッティースガリー5映画は200万から500万ルピーの制作費で1000万ルピー以上の収益を上げることが多く、マヤデデ、マヤレレ、パルデシーケマヤ、ジョンブラオマーバップラーなどがこれにあたる。映画制作はチャッティースガル州内で完結し、 中外で行われる工程は、ムンバイで中央映画認証委員会が認証を行う時のみとなっている。また、映画のデジタル化が進んだことにより、制作コストが削減され、映画産業の収益が増加した。2013年1月20日に、デジタル配給会社 U4 ムービーズが最優秀デジタル映画ソリューション賞を受賞している。チャッティースガリーコ映画には、 同映画産業に特化した俳優はおらず、主にマライアラム語映画、グジャラート語映画、ボージュプリー語映画の俳優が起用されており、アルンゴービル、シューバチャンドラン、バルシャ、ウスガオンカル、ガッティマルティなどの著名な業界人が制作に参加している。映画の主な顧客は、チャッティースガル州内の住民となっており、家族ドラマや神話を題材とした作品が多く制作されている。 一方、映画産業の急成長に伴い技術面やストーリーの品質が向上する前に制作本数が増加したことにより、チャッティ・スガリー語映画の価値は相対的に下がっている。ありがとうございます。